まあ、僕の場合写真から始まってるんで、自分家で 撮るとこから始まったし、写真のことなんか一つも分かってなかったし、カメラの使い方とか分かってなくて、ただ何かを作りたいっていうものがあった、はい、でやり続けていて、まあ、それがステップとなり、今度はそれが PV になり、それはまたどん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 積み重ねていった先にキャシャンっていうものがあるわけですよね。だから映画監督として初めての作品がキャシャンなんだけれども、僕の中でそれも地続きで最初から最後までっていうことで、キャシャンがあり、それで五右衛門があり、それでラストナイツがあるっていう、だから一番最初に自分の家で撮った拙い一枚の写真がラストナイツにやっぱつながってるわけですよね。まあ、キャシャンをやった時に、そのまず世界の扉が開いたんですよね。あのアメリカからいっぱいオファーがあって、それでアメリカに行って、そこでアメリカで、まあ、映画作りの裏側っていうのはすごく勉強させてもらって、まあ、それやりながら五右衛門を撮って、その10年かかりましたけど、キャシャンからラストナイツまで、その裏側をその勉強させてもらったから、まあ、ラストナイツが今できてるっていう話ですよね。もともともうずっとハリウッドが目標とされていたわけなんですか、ね、その別にそのハリウッドに対して憧れがあるとかそういうことじゃなくて、はい、制限がないところでものを作りたいっていうのがあって、はい、やはりその映画というものは非常にお金がかかる、はい、ものなので、はい、その枠を広げたいっていうところが多いですよね。今まで絵の具が12本しかなかったのが120本になっちゃうみたいな感じで、それまで出せなかった色が出せるわけじゃないですか、はい、うん、でそれどころか筆もいろんな筆があったりとか、あ、はい、うん、っていう、そしてまたそれを見てくれる人たちも全然数が違うし、っていう、ただそれだけの話で、もう本当に邦画とか洋画とかそういうジャンル分けみたいなこともなくなってほしいと思いますし、うん、ただ何映画を作ってるっていうところにいたいっていうことですよね。ただ悲しいがね、やっぱりそれステップを踏んでいかなきゃとできないことなんで、まあ、それは若手の監督たちにすごく言いたいんだけど、やっぱり始める時にはもう本当に自主制作のちっちゃいね、自分の家で撮っちゃうみたいなところから始めて、どん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 こうステップ上がっていくわけじゃないですか。だからそれをやってるだけの話ですよね。うん、だから本当にもうハリウッドだからどうだとかいうことは全く思ってないですよ、これは。Lord Bartok, your crime and defiance to the ordinances of the capital shall be repaid with nothing less than your head. Your commander is fiercely loyal to you.Lord Bartok, and so it is fitting that you should meet your end by his sword. You cannot do this! How dare you address the Emperor directly? Commander! You will do this. No, I will take death at your side rather than participate in this spectacle. Commander Raiden, the Emperor's word is not a request that requires your decision. Then as your lord and master,I order you to complete this duty. From this moment on, be no more grieved by what you have done. The spirit of our clan will endure through you. It's all taken care of.